鹿児島市下新田下新田は、鹿児島県鹿児島市の町底。旧鹿児島郡鹿児島近在下新田町、鹿児島市下新田町、鹿児島市新田町、鹿児島市下新田町。郵便番号は890056。人口は1万677人、世帯数は6559世帯。下新田一丁目から、下新田四丁目まであり。 下新田一丁目から下新田四丁目までの全域で住居表示を実施している。鹿児島市の中央部、光月川中流域に位置する。町域の北方に新屋敷町、光月町、南方に鴨池及び四次郎、東部に天保山町、西部に新田、高来町がそれぞれ接している。町域の北方には光月川が流れている。 1879年、鹿児島近在の新田村から、下新田町として分立した。下新田町は平民に比べて士族が多く、居住しており、武家町であったとされる。1889年に市政が施行され、鹿児島城下及び、鹿児島近在のうち47町3村の区域より、鹿児島市が成立し、鹿児島近在の川新田町は、鹿児島市の町。 下モ田町となった。1899年には、下モ田町が、ア田町に改称し、1911年に再び、下モ田町に改称している。また、同年9月30日には、鹿児島郡西部田村の大麻部のうち、飛び地となっていた、天保山の区域を、鹿児島市に編入し、下モ田町に編入された。1934年2月には、 下荒田町に属していた、天保山の区域が分割され天保山町。1945年4月8日には、アメリカ軍の爆撃機によって、下荒田町や田上町、平野町、梶山町、東千国町、新松陰町が爆撃され、死者587名、負傷者424また、8月6日には下荒田町、原田町、 薬師町方面に空襲が行われた。1971年7月1日に、高来、新田地区において、住居表示が実施されることとなった。これに伴い、上新田町及び下新田町の一部より、新田1丁目、上新田町及び鴨池町、下新田町の各一部より、新田2丁目が設置され、下新田町の一部を高来町に編入した。 1973年12月3日には、天保山町、鴨池町、下荒田町の各一部にあたる下、新田、天保山地区において、住居表示が実施されるのに伴い町域の再編が行われた。下荒田町、天保山町、上荒田町の各一部より、下荒田一丁目、下荒田町、天保山町の各一部より下新、下荒田二丁目、鴨池町、 上新田町、下新田町の各一部より、下新田三丁目、鴨池町、下新田町の各一部より、下新田四丁目が設置され、下新田町の一部が、天保山町に編入された。同時に住居表示が実施された。1976年10月12日に、四次郎が浜地区において、住居表示が実施されることとなり、 それに伴い下荒田町の全域において、町域の再編が実施された。下荒田町の残部より、四次郎一丁目及び四次郎二丁目を設置、鴨池二丁目に編入された。これにより、下荒田町は廃止された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 鹿児島市立や幡小学校鹿児島市立、天保山中学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道県道第4.6代大内閣総理大臣、松方正義一覧には下荒田町が設置される1879年以前の荒田村出身の者の,のうち現在のか新田の区域を出身とする者を含む。ありがとうございます。